2014年トルコ大統領選挙はトルコの元首である大統領を選出するために行われた選挙で2014年8月10日に投票が行われたトルコ建国以来初となる国民の直接選挙によって行われた2003年から11年間首相を務め親イスラーム政党である公正発展党を率いるレジェプ・タイップ・エルドアンに対し イスラム協力機構の前事務局長で、世俗主義派政党、共和人民党と、トルコ民族主義政党である、民族主義者行動党が推すエクメレッディン、メフメトイフサンウォール、クルド人系政党の国民民主主義党の共同党首を務めるセラハッティンで見る他首が挑む構図となった。2007年の憲法改正で、大統領の選出方法が大国民議会議員の5選から国民による、 直接選挙に変更された。また任期は7年から5年に短縮。再選禁止も撤廃され、1回に限って認められることになった。立候補したのは以下の3名である。第1回投票でエルドアンが過半数を上回る得票を得て、決選投票を経ずに当選を果たした。ありがとうございます。